クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。皆様こんにちは。クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノートです。久しぶりに、こんな子見つけちゃったシリーズですけれども、今日は10月の29日かな、はい、日曜日です。午後からは、クリスマスローズ協会のイベントがあるので出かけますけれども、午前中1本動画を撮っています。で、こんな子というのはこの子ですね、はい、お分かりでしょうか。見た目ですね、どういう状態かというちょっと詳しく見ていきましょう。こんな子をご紹介します。まずこのちょっと枯れ込んでしまってる葉っぱがありますね。その葉っぱの根元からは新芽が出ています。それとあとその他に古葉が3枚ですね。この子とか、はい、この子とかちょっと黄変していますけれども、こういう子ですねがいます、はい、それとちょっと新しい新葉が見えてきてますね。って見えてるっていうかはっきりと見えてますね。お分かりでしょうか。こんな感じで、結構何本も上がってます、はい、この新芽もですね、見ていただくと、ちょっと扁平して細いですよね。こういう新芽というのは葉芽、葉っぱができる芽ですね、と思われます。で、秋になってこのようにこう新芽が出てくると、まあ新葉が出てくるとですね、ああ葉っぱが出てきて嬉しいなと思われる方も多いかと思いますが、実際はクリスマスローズの成長を考えるといい傾向ではないんですね、まあ、本来クリスマスローズの生態としては春に新葉展開して、それがじわじわと成長して、でそして秋以降に出てくる芽という新芽というのは葉芽じゃなくてね、花芽が上がってくるはずなんですよ。それが気温が落ち着いてきたところでこのように、新葉が出てくるというのはちょっとよろしくない状態と思っていただいた方がいいかもしれません。というのも、その先ほど言ったように春に新葉をこう茂らせて夏に突入するんですけれども、その夏の到来が昨今も早くなってきているということもあって、しっかりと新葉を
成長できずにですね、謎に入ってしまって、半休眠的な状態で成長が滞ってしまうと。そうすると秋になって涼しくなるとですね、このようにして出てきてしまいがちなんですね。本来だったらば、秋以降に出てくる新芽っていうのは葉芽、葉っぱの芽じゃなくて花芽、花の芽であるべきなんですが、このように、成長遅れの葉っぱが展開してきていると。で、これが極端になるとですね、翌年、来年花が咲かないんですけどっていうご相談たくさん受けますけれども、で、葉っぱいっぱいありますという話を聞きます。で、それをよくよく聞いてると、やっぱり秋にですね、新葉がたくさん展開して、で、花は結局咲かなかったということになりかねません。それではこういった株どうしたらいいかということなんですが、とりあえずこの傷んだ古葉を切ります。まあ、一番もう切っちゃっていいのはこういう枯れ込んできた葉っぱ、これは真っ先に切らなきゃいけないですね。それと、まあ、春に出てきたこのゴワゴワ、ちょっと傷んでる、この葉っぱについても切ってしまいましょう。クリスマスローズの栽培で古葉取りっていう作業がありますけれども、これは11月、まあ、下旬から、まあ、早くて11月下旬、まあ、通常だとまあ12月に入ってですね、これが、古葉があって、ここに芽が出てくると、これはまあ葉芽だと思うんですけれども、これが12月の状態で花芽だと仮定すると、こういうふうに倒れ込んできている状態だと、ここを切ってあげると。で、花芽によく日を当てて、花の先を早めてあげるというのが、いわゆる古葉取りと言われているものなんですけれども、まあ、基本、傷んだら、葉っぱが傷んだら、その状況に応じて切ってあげるということは別にして構わないことになります。目的が違うわけですね。まあ、先にこういった、枯れ込んだ葉っぱを切ります。それと、もう秋に新葉が出てきちゃってるんでね、ちょっと見えづらいですかね。こういったやつも、切っちゃいます。これですね。お分かりですね。この辺で、まあ3センチ、4センチぐらいですね。さっぱりしました。で、雑草ちょこっとある、この際取ってくださいね。そうすると、本来はあってほしくない秋の新葉だらけになってしまいました。すごいですね、もうね。秋に新葉が出ると、先ほど申し上げたように花が翌年咲かないということ、あるいはちょっと遅れるとかですね、いうことが起きます。まあ、様子を見なくちゃいけないですね。で、あともう一点ですね、ポイントとして、ここ表面にゼオライトの大粒ですね、5から1センチぐらいの大粒を、これちょっと大きい方で、小さいやつもあるんですね。で、講習会でですね、ちょっと質問があったんですけども、まあ、上にこうマルチング状にこうゼオライトを置いてると、いつ水あげたらいいか分かりづらいのではという質問があったんですけど、これ見ていただくとですね、その時もちょっとお話ししましたけど、ゼオライトの色ですね、まあ、そのゼオライトの種類によっても色が、もともとの色は違うんで、乾いた状態の色が違うんですけども、この場合はこう白っぽい、非常に色をしてます。それが濡れると、
こういうちょっと茶色みがかったようなね、わかりますでしょうか、はい、こういう茶色みがかった色になってますね。だこの色の変色具合を見てですね、こう乾いてくるとこのほとんどこう白っぽい状態になってくると、そうなる時がまあ水やりのタイミングと思っていただいても大体間違いないかと思いますね。この上の土、上に乗っかってる、ゼオライトがまだこういう茶色みがかったっていうかですね、色をしている時はこの中もですねしっかりと湿っています。まあ、こういう見方をしてあげればいいのかなとは思いますね。これまだ結構あの茶色の部分があるんで中の土は湿っていますね。実際こう剥いでみると、はい、こんな感じですね。ちょっと湿った状態お分かりになりますでしょうか。見づらいかな。落ちてきますね当然のことながらこっちですから、はい、こういう感じですね。であと何をしたらいいかということですけれども、まあ、実際まあ古葉を切ってしまって、まあ、傷んだ葉っぱは切ったというような形ですけれども、このように新葉が出てきた状態なんですけどね。あとやることはですね、この時期なので肥料をあげないといけませんね。まだあげてないですね。で今回これを使います。ハイポネックスのクリスマスローズ用のですねプロミックですね。大体これが2ヶ月ぐらい、窒素リン酸カリが6、9、8ですね。リン酸分ね、花を咲かせる役立つ肥料成分ですけれども、それがちょっと高めというような成分ですね。こういったものは非常にクリスマスローズの栽培には適しているかと思います。ちなみにこのパッケージの写真はですね、これ何十年前なんですかな、私が撮影した写真を提供させていただいたものです。もう当時としては最新の花だったんですけれども、ほとんどシングルで、ダブルがようやく出始めたかなっていう感じの映像で、今見るとですね、かなりクラシックな花かなというふうに思いますが、後ろにですね、パッケージの後ろにどのぐらいの粒数ですね植えたらいいかっていうのが書かれてます。これをよく確認してください。鉢植えの場合はですね、これ7号の根張り鉢ですけれども、7号から8号に関しては4畳と書かれています。プロミックですね、クリスマスローズ用のプロミックを鉢の縁ですね、4畳。にちょっと押し込んであげると動かなくていいかもしれないですね、はいはい、これで OK です。今回の動画はいかがでしたか。こんなことを言いながらですね、結構ある子でしたね、こういう子は決して珍しく、こんなのあっちゃったみたいなものではなく、結構皆様のお宅にもこのような子はいるのではないかと思います。もうこうなったらですね、もう諦めるというのもあれですけども、我慢です。はい、来年ちゃんと花が咲くかどうか分かりませんが、大事にしておけば再来年は絶対咲きます。来年も咲いてほしいですね、でも。クリスマスローズ栽培してるといろんなことを出会うかと思います。まあ一つ一つがこう勉強になることだし、また
反省して、次のステージへと言いつつもまた失敗はしたりするんですけども、私もその連続です。まあクリスマスの栽培を通じてそういう植物との触れ合いっていうのはできるっていうのは素敵なことだと思いますので、皆様もぜひ、まだ栽培したことがない方は今シーズンからやりましょう。そしてすでにもう虜になっている方はさらにバージョンアップして、よりたくさん、より素敵なクリスマスローズを求めて今シーズンも頑張っていきましょう。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。いっぱいあるよね、こういうの。クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノート、皆さん励みになりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。